ちは。前回、私の VR 導入以外、最も長く使用している VR チャットについてざっくりと説明しました。今回からは、私が実際に VR チャット内で普段何をして遊んでいるのか紹介していきたいと思います。4月以降、自粛生活、在宅時間が何倍にもなったことは、第1回の記事でも書いた通りですが、同時に朝起きる時間にも特別制約がなくなっていました。これもやはり授業オンライン化の影響です。ただでさえ長期休暇には生活リズムが夜にずり込みやすいタイプの人間なので、この頃も起床時間が遅くなり、1日の消化不良から就寝も遅くなるという悪循環に入り始めていました。いつ終わるかもわからないこの生活様式の中で、またやってしまったなと感じたのと同じ頃、VR チャットについて楽しみを広げるためにいろいろと調べていたところ、あるイベントが目に留まりました。ユーザーの年齢層も様々で、参加率が目目を時間帯から考えて、ほとんどが夜9時以降に開催されている VR チャットのイベントですが、こちらは朝の7時半開始かつ、曜日問わず毎日開催していることで、参加してみることにしていました。それはクエストラジオ体操部です。名前のクエストというのは以前紹介したオキュラスクエストのことで、VR チャット上では、機器の性能差ゆえに、クエストユーザーとそれ以外の PC ユーザーが、明確に分けられているんですね。これに関して無対策である場合は、クエストユーザーがイベントを楽しめる機会が激減してしまうため、クエスト対応を掲げているイベントは、ワールドのオブジェクトだったり、同時参加人数の影響で動作が重くならないように配慮されたものとなっています。私自身もクエストユーザーだったことと、6時に起きる自信はなかったので、本件のラジオ体操部には参加できませんでした。肝心のイベント内容ですが、ラジオ体操第1と第2など、合計4種類の体操を30分弱で行うというものです。参加者も多く、インスタンスと呼ばれるドアとかが分かれた部屋のようなものをまとめると、毎朝40人前後は来ていると思われます。生活リズムの改善や運動不足の解消にもなりますし、周りの方との交流も生まれるので、一人で行うよりもずっと習慣づけやすいのではないでしょうか。以外、最近では朝起きてすぐに VR ゴーグルを装着して、フレンドと一緒に体操するようにしています。この動画気に入っていただけたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。